セス・グライシンガー、セス・アダム・グライシンガー、セス・アダム・グライシンガー、1975年7月29日体は、アメリカ合衆国カンザス州カンザス式出身の元プロ野球選手、投手、右投げ右打ち。相性は、スーパーマン、野球は5歳から始める。その後も様々なスポーツを経験するが、マクリーン高校3年生の時に、 野球一本に絞った。そこでは、投資兼遊撃手として活躍。1992から1993年シーズンには、バージニア州のゲータレードプレイヤーをオブザイヤーに選ばれ、の、MLB ドラフトでは7巡目、全体195位で、クリーブランドインディアンスから指名を受け。しかし、教育熱心な両親の勧めや、本人も、学位取得に前向きだったため、グライシンガーは、 インディアンスとは契約せず、バージニア大学へ進学した。大学進学後は、最初の2年間で9勝12敗、防御率4.75という成績を残す。大学3年時のには123イニングを投げ12勝2敗、防御率1.76、脱三振141という成績を残し、チームの主力として活躍するだけでなく、アトランタオリンピックの 野球アメリカが州国代表にも選ばれ、大会では3勝を挙げアメリカ代表の銅メダルに貢献している。1996年の MLB ドラフト1巡目、全体6位でデトロイトタイガースから指名を受け、プロ入りする。バージニア大学を卒業してから2デトロイトタイガースに入団し、2年目の6月3日に MLB デビューを果たす。 この年は21試合に先発し6勝を挙げるものの、このシーズンが MLB に最も長くいたシーズンとなり、以後は MLB とマイナーリーグと行き来する生活をおることになる。2は、怪我を追い、2年連続で公式戦登板はなし、にミネソタツインズへ移籍した。2004年12月にはシントンナショナルズと契約したが、シーズン開幕前の3月にアトランタブレーブスへ移籍した。 トリプル A 級リッチモンドブレイブスでプレーを続け、トリプル A のオールスター選手に選ばれるものの、結局オールスターゲームを前にした6月7日に、チームから放出された。途中から、韓国のキアタイガースでプレー。背番号は、59。登録名は、クレイシンを、だった。途中入団ながら6勝を挙げる。2は先発ローテーションの一角として29試合に、 当番し、14勝12敗、防御率3.02、164奪三振と、韓国通算20勝、18敗を挙げる活躍を、見せる。同年12月に東京ヤクルトスワローズと契約し、日本へ渡る。背番号は、29。は、当初、外国人枠の関係上、ディッキー・ゴンザレスとの併用が予定されていたが、ゴンザレスが開幕直前で、 手術のため突然帰国し、シーズン絶望となったために、先発ローテに組み込まれることとなった。2007年は、開幕から29イニング連続で無死球を記録した、途切れた試合も一つしか支給を与えていない。5月31日には自ら勝ち越し的時打を放った。開幕からの活躍が認められ、オールスターゲームに来日1年目ながら、 監督推薦で出場メンバーに選ばれ、7月21日の第2戦目に登板。5回裏から登板し、無失点に抑えた。また、16勝でセリーグ最多価値のタイトルを獲得した。他にも、先発登板数、無支球試合数、投球回数、被安打率、吉支球率、必出類率、貴重打率など、様々な部門でリーグ1位を記録した。 また、リーグ特別表彰として、スピードアップ賞も受賞している。2007年の秋頃から、在阪スポーツ紙などを中心に、阪神が、グライシンガー獲得を、検討という記事が報道されるようになったが、同年11月29日に、ヤクルト側との条件面の折り合いがつかなかっため、自由契約選手として公示されると、阪神が、獲得意思を見せ総額2年6億円を提示。 巨人、ソフトバンクも獲得の意思を見せた。全球団との交渉が可能となってからも引き続き、ヤクルトも交渉を続けた。2008年の契約として、前年、ディグスやゴンザレスと結んで失敗している2年契約を提示、阪神を超える2年総額7億円まで、提示額が上がる。その後、ソフトバンクは撤退し、ヤクルトとの交渉も決裂。十二月十一日、 巨人が2年総額5億円での契約締結を発表した。スポーツ放置2007年12月10日の記事では、グライシンガー側が在京で優勝争いのできる球団を強く希望していたと説明され、前年の年俸4000万円からすれば6倍以上の期待であった。また、千番号もヤクルト時代と同じ29。 は先発ローテーションの一角として17勝を挙げ、2年連続でセリーグ最多勝投手となる。この年、古巣の対東京ヤクルトスワローズ戦では6試合登板して5勝0敗、防御率1.58であったが、対埼玉西部ライオンズ戦では2試合で0勝2敗、防御率14.00であった。クライマックスシリーズでは第1戦に先発登板し、4回1、 3を3失点、自責点2で降板。日本シリーズでは第4戦に登板したが、西部を相手に日本塁打を浴び、回5失点で敗戦投手となった。チームも日本一を逃している。4月3日の対広島東洋カープとの開幕戦、東京ドームでメジャー、韓国、ヤクルト時代を通じて、自身初となる開幕投手。 巨人の外国人投手では1999年のバルビーノ・ガールベス以来で日本の他球団らの遺跡外国人投手では球団史上初めてを務めるが3回6失点で敗戦投手となる。シーズンでは防御率も一時期5点台となるが13勝6敗で対半神戦では4勝0敗対ヤクルト戦では3勝1敗と強さを見せた。この年のシーズン中に右を痛め、 2010年3月1日に検査のため帰国。チームはリーグ3連覇と7年ぶりの日本一に輝いたがポストシーズンでの当番を図った。は故障の影響でわずか6試合の当番で0勝2敗と来日後初の未勝利に終わった。また大半新戦の連勝が8で途切れた。チームがリーグ3位で迎えた10月23日の 中日ドラゴンズとのクライマックスシリーズファイナルステージ、第4戦に先発し3回まで無失点に抑えるも4回に、小田公平に2点的ジアンダをアビコの回で降板し、クライマックスシリーズでも白星を挙げることができなかった。2011年も巨人残留が決定したが、推定年俸は2億6000万円から大幅減の8000万円となった。手術した右肘の回復が遅れ、 9試合の当番で1勝5敗、防御率4.15の成績に終わった。7月13日の登録抹消後、一度も一軍、当番なくシーズンを終えた。契約は更新されず退団となった。1月9日に千葉ロッテマリーンズへの入団が発表された。1年契約で年俸3120万円プラス歴高払いで、背番号は46となった。 同年は交流戦では12球団1位の防御率0.83という好成績を残した。8月14日の対ソフトバンク16回戦で勝利投手となり、杉内俊也に次いで史上8人目、外国人では史上初となるセパゲン12球団から白帽子を上げ、シーズン成績は12勝8敗の成績を残し、復活を印象付けた。は、故障に苦しんだこともあり、 13試合にしか登板できず故障4敗、防御率4.54の成績で終わった。は故障の影響で一軍での登板はなく10月31日に球団から来期の契約を結ばないことが発表された。12月2日、自由契約公示された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。